皆さんこんにちは、柏生医学科病院整形科の藤井です。昔ですね、確かマグマ大使か何かに人間もどきというのが出てきたんですね。人間のような形で、まあ、ショッカー の、 戦闘員みたいな感じですけども、この人間もどきって人間じゃないんですよね、もどき。それからよくおいしいヒロウズのことをガンもどきと呼んだりしますけども、あれもガンという狩りの肉ではなくて、ガンもどきというふうに言われております。もどきっていうのは違うということ、それと同じものでして、痛風もどきの病気があります。痛風は尿酸が溜まって痛くなる病気ですけど、それと同じような形で起こるけど尿酸じゃないもの、これを偽痛風と言います。偽の痛風と書いて偽痛風と言います。で、これは痛風もそうですけども、結晶誘発性関節炎の一つです。つまり体のどっかの部分に結晶が溜まって、それによって痛みが出てくる、症状が出てくるものです。で、痛風は尿酸結晶です。針みたいに尖った尿酸結晶ですけども、偽痛風はピロリン酸カルシウムというものが、こう棒状のものが溜まったりしますけれども、実はですね、年齢が高くなればなるにつれて、これ皆さん起こってくるんです。だから85歳以上の人なんか結構なポピュラーなものです。年齢とともにだんだん多くなるものやと思ってください。もちろん無症状のものもありますが、何かの拍子にこうポンと関節の中に結晶が落ちたりすると関節炎が起こります。だいたい数時間ぐらいでバーッと発症してきて1時間ぐらいでピークになりますけども、実は数日から1、2週間で自然経過もするわけですね。だからそれがうわっと痛くなってまたマシになるから、痛風に似てるので偽痛風という言い方をします。で、膝が多いんですけれども、実は足関節もまあまあ多いです。ちなみにですね、変形性関節症は炎症反応、血液を調べても炎症反応そんな上がらないんですけども、偽痛風はボンと上がります。だから結構痛風もそうですけども、なんかバイ菌とかとこう間違ってしまう判別が非常に大事になってきます。で、偽痛風だけで人工関節しないですけども、偽痛風になる人というのは慢性的なもう変形性関節症がありますので、人工関節をするとそれで治まる場合がありますけども、まあ、偽痛風があるから痛みが出るからって言っても、さっきも言いましたみたいにまた治まるわけですから、もうすぐに早まって手術するんじゃなくて、ちょっと様子見て、自分にとってみて、そのサイクルがあまりにも人生にとってみて辛いとなったら初めて手術するのでいいんじゃないかなというふうに思っております。今日はこれまで。